お待たせいたしました。この列車は普通列車の下松が行きです。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。全列車下関駅です。お客様にお願いします。車内は禁煙です。お供をご遠慮ください。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源を切りください。それ以外の車ではマナーモードに設定の上で通話をご遠慮くださいますようお願いします。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で不審な荷物などを発見した場合は速やかに駅係員、車掌または運転士までお知らせください。また危険な行為を発見した場合や急病のお客様がいらっしゃる場合などは各車両に設置しております。非常ボタンを押してお知らせください。乗務員が対応します。列車の進行中にやむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意ください。 JR 九州からお願いでした。引き続き JR 九州から列車内における新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。列車内の感染拡大リスクを減少させるためマスクの着用を始め、次へチケットに対する取り組みや列車内での会話は控えるなど周囲のお客様にご配慮いただきますよう皆様のご理解とご協力をお願いします。また引き続き時間差通勤などの取り組みにご協力くださいますようお願いします。 JR 九州からお願いでした。次は文字です。
乗車ありがとうございます。まもなく門司に着きます。次の門司より乗り換えのご案内をいたします。乗り方面、出列車の門司港駅は12時53分、ホーム向かい側6番乗り場です。門司では列車とホームとの間に広く隙間が空いている箇所がございます。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでおりください。乗りの際には足元に十分にご注意ください。降り口は左側です。5番乗り場に着きます。広くなと足元にご注意ください。次の文字では信号の待ち合わせのため約3分停車します。引き続きご乗車のお客様は発車までしばらくお待ちください。失礼いたしました。普通列車の下関行きです。発車します。止まる前にご注意ください。
次は終点下関です。ありがとうございます。パール車は鶴瓶下関行きで終点下関より乗り込むとご案内です。鶴瓶下関行き13時15分、ホーム変わりまして6番乗り場、鶴瓶下の小口行き13時22分、向かい側9番乗り場、鶴瓶下の岩国行きは10時ちょうど、ホーム変わりまして6番乗り場から発車です。降り口は左側です。8番乗り場につきます。開け窓は足元にご注意ください。この列車は終点、下関到着後、折り返し、通車小倉行きになります。降りの際には、車内に切符、携帯電話など、お忘れ物、落とし物がございませんよう、今一度、手回り品をご確認ください。
本日も JR 九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。Thank you.